こんにちは。伝統工芸士の小岩井龍馬です。長野県上田市の伝統織物上田紬の作り手をしてます。白ワインに炭酸水を入れて飲むのが大好きです。これがね、もう飲み口ね、口当たり良くて美味しいんですよね。よかったらお試しください。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで今日は、着物業界で本当にあったアンビリーバボーな話についてお話しします。で、今日お話しする話は以前和裁士さんから聞いた話です。で、和裁士さんっていうのは、今でこそ、インターネットが普及した今でこそ、個人のお客様からね、注文いただく、そういうふうなスタイルでね、仕事をいただいている和裁士さんも増えてきてますけれども、以前は呉服屋さんの専属でね、仕事をね、いただく和裁士さんっていう、そういうスタイルの和裁士さんがほとんどでした。今もね、それが主流なんですけどね。で、その呉服屋さんから仕事をいただいた時にあった出来事の話です。それを和裁士さんが聞いた話です。で、呉服屋さんから仕事をいただく時に、受注する時に和裁士さんっていうのは、反物とあとお客様のね、寸法ねを一緒にもらって、それでその寸法通りに仕立てるわけなんですけれども、ある時呉服屋さんからそのね、もらったそのね、反物と一緒に届いた寸法があまりにもね、ちょっとね、あれっていうぐらいのね、ちょっと変、おかしな寸法だったそうなんです。で、どのあたりの寸法がおかしかったかっていうと、身幅だそうです。で、何がおかしい、どのぐらい、どういうところがおかしかっていうかっていうと、あまりにもね、大きかったんだそうです、身幅がね。これちょっと恰幅の言い方にしてもちょっと大きいなっていうぐらいのサイズだったそうです。さすがにこれはちょっといくら恰幅が良くてもね、大きいので、ちょっと一応ハサミ入れる前にね、ハサミ入れちゃったらもうあれですから、ハサミ入れる前に呉服屋さんにちょっと確認したそうなんですよ、電話でね。ちょっとこの方の寸法の身幅はね、ちょっとあまりにも大きいんで、これ大丈夫ですかっていう電話の確認したそうなんです。そしたら呉服屋さん、あ、大丈夫ですっていうことだったんで、それで、あ、じゃあ確認もしたんでっていうことで、和裁士さんはそれで採寸通りにね、寸法通りに着物を縫われて、それで呉服屋さんに納品したそうなんですね。で、それはそれで終わりました。で、月日が流れて、で、ある時個人のね、お客様からちょっとご相談をねいただくことがあったそうなんですね。で、そのご相談っていうのが、着物の寸法直しのご相談なだそうです。だったんだそうです。で、どんな寸法ですかってお聞きしたら、身幅を直してほしいというご依頼だったそうで、あ、じゃああれかなと思って、お母様からいただいた着物を、自分サイズに直されたいのかなっていうことで、身幅なのかなって。で、思ったら、よくよくお話を聞いたら、なんかどうやら呉服屋さんであつらえた着物の身幅がものすごく大きくて、もうダボダボで、もう着たらシワになっちゃうんで、それはもう着れないから、ちょっとそれをもっと狭く直してほしいっていうご依頼だったんだそうです。で、見たら結局そのね、呉服屋さんの、和裁士さんが以前仕立てたね、着物だったっていうことで、だからそのね、それを結局その身幅は広かったっていうことなんですよね。だからそれがすごいアンビリーバボーな話で、何がアンビリーバボーかって言いますと、結局はその呉服屋さんはその採寸をね、間違えたっていうことなんですよね。で、それを和裁士さんが一回確認して、これでいいですかって確認したのにもかかわらず、それをダブルチェックすることもなく、もうそのまま確認もしないでいいですよっていうふうに言ってしまったっていう、もうそれがもうアンビリーバボー。しっかり採寸できなくて、なおかつその採寸をね、自分の採寸をプロの和裁士さんから見ておかしいっていうふうに言われたのに、それをね、振り返ることもしないで、そのなんていうか、仕事のずさんさっていうか、仕事それもなんか、それもアンビリーバボー。いろんなところがアンビリーバボーなんですよ。だってそうじゃないですか。普通っていうか、洋服のテーラー、洋服をオーダーメイド
それテーラーに行った時なんて生地から選んでね採寸してもらってもうすごいしっかりねいろんなところ採寸してくれるわけですよ。で僕も一回礼服をねテーラーで生地から選んで自分サイズに作ってもらったことがあるんですけども、もうすごい特別感があってやっぱプロのね仕事だなと思ってね思ったわけなんですけども、それは着物のあつらい一緒なんですよね。テーラーでお願いするようなことが着物のあつらいって一緒なわけですよ。それぐらいのねオーダーの着物っていうのは特別感のあるものなんですよ。だからしっかりとね採寸するべきであるわけですよ。だってしっかり採寸しなくちゃ自分サイズの着物になんないわけじゃないですか。なのにそれをねやってなかった呉服屋さんってどうなのっていうね、それがアンビリーバーボーじゃないですか。うん、だからそれがもうすごいアンビリーバーボーで、その話を聞いてそんなことあるんですかみたいなびっくりしてしまって、で今日ここでそれをお話したんですけれども、ただこれだけはお伝えしたいのが、今日このね動画で皆さんにお伝えしたことで、その何を言いたいかっていうと、別にその呉服屋さんがねどうこうとかっていうことじゃなくて、着物業界ってもうそういう呉服屋さんってほんのわずか一握りなんですよ。でほとんどの呉服屋さんっていうのはしっかりとね採寸の知識もある呉服屋さんがほとんど、もう9割とかそのぐらいほとんどなんですけど、中には1割、にも満たない呉服屋さんの中にはそういうねちょっと着物の知識があまり持ってお持ちじゃない、着物の知識が乏しい呉服屋さんもいることは事実なわけなんですよ。それをねしっかりとね認識しておいていただきたいっていうことなんですよ。これから特にね着物をあつらえる方はね、特にそれは頭の片隅にでもね置いておいていただくといいと思います。でもし万が一そういう呉服屋さんに仕立てお願いして、自分サイズのね仕立てでお願いしたのに全然例えば身幅がね違ってちょっとダブスしちゃったりとか全然合わなかったりとかそうした場合は、もう遠慮なくね呉服屋さんにねこれちょっとおかしいんでやり直してくださいっていうふうにしっかりと言ってください。それはもうそれは直す義務がね呉服屋さんにはありますか、受け持ったねところにありますんで、だそれはねぜひやっていただければと思います。はい、というわけで今日は、着物業界で本当にあったアンビリーバボーな話についてお話ししました。ぜひ今後の着物ライフの参考にしていただけると嬉しいです。以上、伝統工芸士小岩井龍馬でした。